生駒将軍は、安土桃山時代から、江戸時代初期のにかけての武将。大名生駒家の家臣。妻は生駒和正の娘。子に生駒建脇、佐藤久兵衛、娘、娘。生駒正都市、高都市府に主席画廊として使え、五千七十一国を領する。元那七年に生駒が死去し、嫡男の高都が家督を継ぐと、東道高虎と、 工事不死が貢献役となり、東道家家臣、前の助左衛門と石崎若狭が、生駒家の江戸詰めの重臣とされた。しかし、正元は、前野らと次第に対立し、前野らは高虎に、正元の戦王を進言した。高虎は当初、鵜呑みにしなかったが、正元は、この縦脇の性質に、山と国軍山藩主、水野勝成の娘をもらいたいと高虎に許しを、 えようとした。大臣の家臣の根議は、江戸幕府の許可が必要なため、高虎はこれを怒って却下した。この一件により、信玄は根拠があることと高虎は考えるようになり、証言の戦王に対抗するため、後に前野らを過労に昇格させている。官営10年に病死した。なお、前野らは次第に牽制を振るうようになり、証言のこの縦脇と対立し、 イコマ騒動へと発展していく。ありがとうございます。